ここはハッピーアイランドのファーム学園。農林水産物の妖精たちが出荷を目指して日々勉強しています。みんなとっても個性的な生徒ばかり。さて今日は何が起こるか楽しみです。お、あれはファーム学園の委員長、お米の天の粒ちゃんですね。何をしているのでしょうか。ハッピーアイランドは四季があって良いところですが、さすがに今日は寒いですね。俺は雪国育ちだから平気だ。俺だって平気だぞ。じゃあさ、放課後みんなで雪合戦しようよ。私もですか。夏の花リンドウに雪は応えます。私たちも寒いのは苦手です。一緒に見てるだけでもいいよ。みんながいる方が楽しいし、校庭だってもう真っ白できっと綺麗だよ。お、てん、ほっ、つむ、てん、てん、ほっ。あれ、つむ、お米の天の粒委員長ではありませんか。お、お、おーい、天の粒委員長、何やってんの。自分は他の稲に比べ背が低いから風にも倒れにくいし粘りもあると売り出してる。なので腰を鍛えてどんな風にも負けない体を作っている。すごい、委員長の天の粒ちゃんが隠れて努力してるなんて。全く隠れてはいないと思うな。というか校庭のど真ん中ですし、むしろ目立っております。猛烈に感動した。私も頑張るって。始めたお。私の推察ですが、スポーツ選手が熱いお風呂と冷たいお風呂に交互に入ることで細胞を刺激し新陳代謝を図るように、ぬっくぬくの校舎内と極寒の校庭の寒暖の差を利用することで自らの糖度を上げ、より甘い桃を目指していると思われます。でもこの寒さじゃ風邪ひいちまうべ。んだ、凍っちまうぞ。やめさせるも。凍った桃、シャーベットか。きっと美味であろうな。口の中で溶け出すシャーベットは果汁そのものに感じてしまうほどに素材の味をしっかりと味わっていただけますからね。おいしそう。食べたい。福島県の主力品種あかつきは糖度が高く最高の食味を持っています。硬い桃が好きな人は福島で取りたての桃を食べてください。硬い桃でも常温で熟すれば手できれいに皮を剥くことができるようになります。果肉は白っぽいクリーム色でうっすら桃色に色づいています。一口頬張ればあふれる甘い果汁が口いっぱいに広がります。